ニューカッスルナイトレールはオーストラリアの大都市、ニューカッスル市内を走る路面電車。2019年に開通した全区間とも河川が存在しない非電化路線で2020年現在はニューカッスルトランスポートによる運営や保守が行われている。ニューサウスウェールズ州の港湾都市であるニューカッスルにはかつて1887年に開通したスチームトラムを用いた 軌道路線をルーツとした路面電車が存在した。1923年からは電化が行われたが第二次世界大戦後にオーストラリア各都市で急速に進んだモータリーゼーションによって1950年に廃止に追い込まれた。その後、オーストラリアで7番目の人口を有する大都市に成長したニューカッスルでは今後のさらなる人口増加を見据え、 都市中心部の再活性化を目的とした大規模なプロジェクトが2010年代以降進められているがその中でバスをはじめとした路面電車廃止後の交通機関では各地域の接続性や輸送効率に難があることが課題となったそこで注目されたのがオーストラリアを含め世界各国で導入が進められているライトレールである2010年代から ライトレールの導入に関する検討が始まり、当初は鉄道路線を転換することも考えられていたが、最終的に2016年8月に既存の道路上に新規の併用軌道を建設する形でプロジェクトが承認された。同時に工事する建設を請け負う民間企業の選定も完了し、2017年から10段階に分けて建設工事が実施された。 また、それに合わせて2014年に閉鎖された、ウィッカム駅に代わる、公共交通機関のターミナルとなる、入滑するインターチェンジの建設が行われ、ライトレールが停車する区画も整備された。一方、建設にあたっては、上下水道やケーブルの移設、オーストラリア発の鉄道跡などの考古学的に、重要な施設の発掘などの過程も減ることとなった。工事が完了したのは、 開始から1年後の2018年9月で、翌10月から試運転が行われた。そして、無料運転が実施された2019年2月17日の翌日2月18日から、ニューカッスルナイトレールは本格的な営業運転を開始した。2020年3月までの利用客数は100万人以上を記録しており、ニューカッスルの公共交通機関の利用者数の 大幅な増加に貢献している。入滑するライトレールの線路や車両、施設はニューサウスウェールズ州交通局が所有しているが、建設や保守、運営は民間企業が受け負っている。そのうち路線の建設は、オーストラリアのエンジニアリングサービス会社であるダウナー EDI が手掛け、運営や保守は、 公共交通事業者のケオリスダウナーが、ニューカッスルトランスポートというブランド名で実施している。ニューカッスルナイトレールは、鉄道やバスなどと接続する交通の要所である、ニューカッスルインターチェンジから海岸沿いの道路上を経由し、海岸近くに設けられた、ニューカッスルビーチ電停へ向かう、全長2 7トルの路線を有する。電停は、 奇襲点を含めて6カ所に設置されており、すべてはリアフリーに対応した構造となっている。車庫はニューカッスルインターチェンジ付近に存在する。ニューカッスルの景観保護のため、全線にわたって河川が設置されない河川レス方式がオーストラリアの路面電車で初めて導入されたのがニューカッスルライトレールの大きな特徴である。そのため、使用される電車には後実の通りオンボードチャージャーが、 設置され、各電停に設置されたバーからパンタグラフを介して充電が行われる。列車は基本的に全区間を走行し、平日の日中は7から8分間隔、平日の早朝、夜間や土曜、休日の日中は15分間隔、それ以外の時間帯は30分間隔で運行が行われている。ただしスーパーカーレース、入荷する500が開催される日は、 本数が増加する代わりに、サーキットの線形の都合上列車はすべて、クイーンズワーフ電停止まりとなる。ニューサウスウェールズ交通局が管轄する公共交通機関では、運賃の支払いに非接触式、IC カードのオパールカードが用いられる。事前に持ち主を登録する記名式、オパールカードの運賃は距離によって変わり、全長 2.7km の入荷するライトレールの、 運賃は2.24ドルである。一方、現金での利用の際には、片道乗車用の引き名式、オパールカードを購入する必要があり、運賃も割高となる。また、非接触式、IC カードの機能を有する、クレジットカードを用いた決済も可能である。これらは、乗車前にカードリーダーで検察を済ませてから乗車し、降車時にもカードリーダーにタップする必要があり、 無賃乗車が発覚した際には多額の罰金が課せられる。ウルボス入荷するライトレールで使用されている車両は、スペインのカフが製造した後車体連接式、超低床電車のウルボスである。これは、同じくニューサウスウェールズ州交通局が所有するシドニーのライトレール向けに製造された車両のオプション文として発注が行われたもので、モジュール構造を取り入れた車体の設計やデザインが、 共通している。その一方、シドニーライトレールと異なり全線河川レスである。ことから、入荷するライトレール向け車両は、屋根上にオンボードチャージャーや充電池等の充電用の装置が搭載されている。製造は2018年から実施され、2020年現在は6両が使用されている。主要な所言は、以下の通り、既存の路線に加え、 2018年の時点でニューサウスウェールズ州交通局にはライトレールの路線網を入滑するインターチェンジを中心に,にし、南北方面に延伸する将来計画が存在するただしこれらの計画には経由する森林地帯の環境保全や急勾配などを多くの課題があり最も需要が見込まれる路線とされるジョンハンター病院方面についても速球なプロジェクトの 立ち上げの必要はないという結論が2020年に出されている。ありがとうございます。